新しくインドホシガメが仲間入りしました。ゆいとくんのペットなんですけれども、今3匹います。最低数の1類になるっていうことで、まあ、最近迎えられてる人も多いんじゃないでしょうか。で、結構神経質らしくて、慣れるとねめっちゃバクバク食べると思うんですけれども、結構見てると餌食べないです。低温とか乾燥にも弱いみたいなんで、一応下はパネルヒーターを引いてサーモをつけて、ベースの温度は30度ぐらいにして、あとホットスポット、湿度も一応下に細かいヤシ殻引いて水で濡らして、その上に粒ならヤシ殻を引いてみました。結構こうすると表面は乾いてるけど中は湿ってるんで、潜ったりしてあんな風に結構潜ったりしてます。湿度がこの部屋が今結構高くて 70% あるんで、まあ、逆に蒸れすぎないように管理していこうと思います。まあ、大体ホットスポットで42度、ベースは28度ぐらいかな。一番低いところで27度ぐらい。一応3つ3匹とも今餌食べて元気そうにしてるんで、問題ないとは思います。